日にして奈良津とむさこです。いよいよ阪急梅田での出店が1週間を切りましたね。本日は12月の6日でございます。1週間前にすることといえば、商品の荷造りももちろんなんですけど、1週間分のですね、コーディネートを考えなきゃいけないんですよ。ということで本日は来週から1週間着るコーディネートの着回し考えていこうと思います。今回着回していく着物がこちら。これはスタイルブックの表紙でも着ましたお着物で、これはハイカロさんのところの可愛いホイップちゃん、そしてこちらは私が秋冬になると必ず着る可愛いサラサ柄のお着物、そしてこちらは千鳥のウールかなの素材のですね、はい、お着物でございます。こちらの4着を7日間で着回していきたいと思っております。じゃあ早速コーディネートスタート。イエイ。はい、ちょっとこんな感じで置いてみました。でね、もう使いたい帯が決まっていまして、まずこちらですね、大塚呉服×サリコマチのコラボ半幅帯のスイートバイオレット、こちらは、はい、使いたい帯の一つ。そしてこの前の着物ポルテで買っちゃった有言実行買っちゃった、はい、つばきあんさんのツイードのへこ帯のピンク、めっちゃかわいいわ、これかわいすぎる。これを使いたい。もうお察しのいい方わかると思いますけど、まあ合いますよねそしてせっかくならこっちかこっち、どっちかを持っていきたい。こっちコーラルシュガー、こっちはシナモンチャイです。でもな、ピンクもあるしな、シナモンチャイかな。決めた。帯はこの3本持っていきます。まあこれだけあれば大丈夫でしょう。あとは小物ですね、小物が問題。まずこの履物をどう着回していくかというと、一つ目はまず無難にね、シナモンチャイ持っていきたい。でもこれじゃちょっとつまんないから、反対側のドットの方を多分使うことになると思う。半襟はね、これは絶対使いたいと思って、つばきあんさんのね、かわいいかわいい半襟、これをこれだけでかわいい。でね、この半襟に合わせて私はまたポルテでお買い物をしてしまった。最終日これ見てください、めっちゃかわいくないですか。キミトさんのね、帯留め買っちゃ、はい、こちらをね購入いたしまして、このね半襟と合うと思うんですよ。なのでこうね置かせていただきますわ。はぁ、かわいい。まあこう着たら半襟の配色に合わせていくのがベストだと思うので、帯締めはこちらですね、紫の千鳥の帯締め、こちらを合わせて、ね、こちら合わせて、帯揚げをどうしようか問題がね今、はい、迷っております。本当にここ迷ってるんですよね。どうしようどうしよう、あえてのくすみ、でも結構範囲がクリアなお色なので、クリアにさせてあげたいね。でもここで白ではないと思うんだよな、もう少しクリーミーな感じのお色味が良かと思いますけど、これかな、これとか、あ、可愛いかもしれない。あー、どっちも好きだけど私はこっちかな、こっちのミルクカラーの方が好み、こんな感じですね。かわいい。これに草履を何合わせようか問題がまた出てきちゃったな。どうしよう。ここはこれかも、もしかしたら以前おあつらえした大塚呉服さんの草履合わないこともないですよね。意外とかわいいかもしれない。あ、それなんだって感じの色だけど、なんか
全体的にちょっとこうミルキー感があるので、粉造りでもおかしくはないですね。これちょっと意外だったわ。面白い。イヤリングはミルキーな感じの組み合わせということでね、こういう羽でもいいかもしれない。こんな感じ？うん、可愛いんじゃないでしょうか。いいですね。ここのピンクとこのピンクがね、合ってて、はい、良きかと思います。可能性としては帯締めを淡いピンク系に変えるとかね、そういうことはある可能性は非常に高い。でも可愛い、これは可愛いです。私結構好き。これがね、じゃあ1日目としましょう。2日目はまあこれでしょう。これね。あーでもホコホコとホコホコの組み合わせあんま良くないかもな。結構着膨れしちゃう可能性がありますね。ここはスイートバイオレットにしよう。あえての。ここでこれでも、え、可愛くないですか？これありですよね。え、これ可愛いな。今パッといただけだけど。可愛いかもしれない。うん。そいで、帯揚げを、そしたら、どうしよっかな。ここはちょっとあえてくすみ系でもいいかも。これかな。どうだろう。途端難しくなったぞ。これも可愛いけどなぁ。なんかこのバイオレットの透け感がちょっともったいない感じ。透明感を生かしたい。ってなるとまたこれなのか？いやぁ、もうちょっとあるだろう。これ？あ、来た。来た。これでしょう。いや、わかんないけど。着るまでがあれですけど。これ来たんじゃない？同色でシンプルにでおいての小物でバチッとはめる系じゃないですか。帯留めさっきのでも可愛いけどな。あ、でもこれも可愛いね。あ、うん、私は好きですよ、こういうの。可愛い。そしたら帯締めも使い回せちゃうかな。このまんまこう使っちゃってもいいわけでしょ。あら、あ、いいんじゃないですか。すごく綺麗ですよ。今回ね、秋小塚さんも一緒に出てくれるので、秋ちゃんのね作ったキラキラの方を使ってもいいですね。あ、こっちも可愛いね。どっちも好き。うん、濃い紫でもいいしね。ああ、いいですね。うん、そうね。でもやっぱこっちかな。イヤリングはこれですね。こちらも秋小塚さんのものですね。半襟がちょっとブドウっぽい感じだから、これをね合わせてあげて、大人、上品、カジュアルコーデって感じでね、行こうかな。私はね、好きですね、これね。こういう感じ。すごく好き。帯揚げをブルー系にしてもいいですけどね。とりあえず、こんな感じもいいんじゃないでしょうか。はい、これ、2日目。はい、次はこちらですね。ハイカロさんのホイップちゃん。ホイップちゃんは、誰しもが思いつくでしょう。こちらですね。シナモンチャイ。合わせたいと思います。もうこれだけで可愛いわ。最強。可愛すぎて、ほんと、可愛い。え？半襟か。ちょっと強めとかもかっこいいかもしれないですね。あえての。あー、いいな。割と好きかも。可愛い感じに飽きることもありますよね。はい。でもね、ベージュのゴールドと、この、チャイのゴールドがですね、合わさって、意外とね、いい感じの組み合わせになっております。じゃあ、ここに帯揚げ。これはでも、わかりやすいですね。うん。非常にコーディネートがしやすい。何持ってきてもいいような感じするんですけど、なんとなく、まあ同系統で揃えるのが一番ベストかなっていう感じがしますので、一番無難に行くと黒。でも黒じゃ重いかもしれない。ここは同系色のこちらで行きましょう。こちらも椿庵さんの帯
ピアニですね。今回ね、つばちゃんさんと2人で出店するので、はい、つばちゃんアイテムもバッチリいっぱいね入れていきますよ。こう来たらもうわかるでしょう。もう合わせるものはだいぶ絞られてきますよ。こうなったらマイルドに行くならこれ、完全に半襟に合わせていくならこれで、ポップな感じにするならこれで、まあとりあえず帯留めにインパクトを持っていきたいならこれ、私の中ではこれか。でも意外とこれもいいんですよね。着物のね色にも合ってて、なんかちょっと柔らかい感じになって可愛い。でもこれだったら半襟が違う方が多分いけると思うなっていう感がするから、まあ、こっちかこっち、どっちか。帯留めどうしよっかな。これはね、ハッカテが可愛いクリーム色なんです。この袖口の中見てもらうとわかるんですけど、こういうねお色してるので、まあ、そこに合わせて帯留めをこういうねキラキラの黄色、同じクリーム系合わせてあげても可愛いかなと思ったので、持ってきてみたんですけど、やっぱ黒がねだいぶ強いですね。紫かもしれないですね。この紫にしてこう強強な感じで攻めるのもありかな。黄色でもいいかな。青っていう手もあるな。すごいお邪魔女どれにみたいになってる。あれ、私持っている色すごくないですか。ちょっとお邪魔女、お邪魔女、お邪魔女じゃん。ほら、はずきちゃんでしょ、音符ちゃんでしょ、ほらほら、みんないる。すごくない？え、すごい、びっくりした。こうこうかもしんない。うん、困った時の羽ですね。これ何でも合うんですよね。ほら、かわいい。これにしよう。これにします。はい、次。もうこのまま帯を変えずにいきたいと思います。今度はね、これを柔らかい印象で着てあげたいので、このイヤリングをね、めちゃめちゃ使いたいので、これに合う感じで組んでいきます。もうこの時点でかわいいんだよな。やっぱ半襟だよね。小物減らすことなんてやっぱできないや。イヤリングがブルー系統なので、ブルーもありなんじゃないかな。こういう感じね。爽やかで品がある。あー、綺麗かもしれない。これいい。最初白にしようかと思ったけど、これめっちゃ可愛い。帯揚げどっちかな。ちょっとくすませたい気もするんですよね。これじゃちょっとクリアすぎるから。そんな都合のいい帯揚げ持ってたかな。ないんだ、私の引き出しには。これじゃあちょっとね、あ、でも意外とあり？無難にこれかなと思ったんですけど、帯揚げ青でもないしな。ちょっとくすみ系の水色とかがあれば可愛いんだけど。でもやっぱり同色か、同色強しなのかで、これは使いたいから。でもなんかちょっと違うんだよな。それじゃないんだよな。やばい、積んだぞ。これか、これもありか。まあなくもないかな。なんかでも最初のなんか爽やかさがどんどんなくなっていきますね。じゃあこれじゃないのかな、半襟。もしやすごく可愛いけど、ちょっとアイテム不足により合わない可能性が出てきてしまったぞ。これはじゃあもうクリアに行くべきかな。もうクリアに行っちゃう。一応もう綺麗だけどね、半襟がちょっとくすみだから。
やや違うんだよな、イメージで。白はちょっとなぁ、なんか無難に来たなぁって感じ。ここで、あえての濃紺を入れてですよ。ワンクッション。紺を大きいので、帯締めをあっさりと、あっさりとした帯締めにしの、帯留めを、どうするよ。ここに対応できる帯留めは、あるのか？キミトさんの、この帯留め、これかな？来たんじゃない？これじゃない？これじゃない？来たんじゃないですか？これ、来てますよね。割と。来てますよね。多分、こっちを置いてもいいんですけど。あー、でもどうなんだろう。どっちも好きだな。え、ここであえての黄色？いやー、あ、ん？お？え？かわいいな。あー、これはちょっと小物いっぱい持ってかないといけないパターンですね。通り着きないとわからないかも。でも、どれもかわいいな。合う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 。あー、合いますね。でもどうなんだろう。キラキラ合わせもいいけど、ちょっとしつこいかもしれないなって、どっちはやっぱ真ん中のキミトさんのやつがいいですね。あえての黄色もかわいいなって思いました。これは、割と気分で、ま、このあたりかな。やっぱり、言うて。言うてこの辺で、当日、どれをつけるかお楽しみにっていう感じですね。草履、水、あ、あるわ。いいのあるわ。まあ、これですわな。これ、リボンの草履。これでしょう。これしかないでしょう。あ、かわいいんじゃない？いいんじゃないかな。だったらこっちだな、私は。私だったらこっち。かわいいと思います。はい、じゃあ残り3日間。これは2日着たいなって思ってます。ホムシをね、合わせたいので、多分この辺とか使うことになるかな。まあやっぱこれですね。これ。いよいよ来ましたよ。こちら。ツイードの帯を合わせたい。こうなったらホムシュはいつも使ってるベージュのやつがいいかな。ね、使いましょう。で、入りは、私がこの着物の時によく使うのはこちらですね。ね、ちょっとニットみたいでね、かわいい。これはね、スパティアンさんの結構前のシリーズと、これだけでね、かわいいですわ。これはもう、わかりやすい。やりやすい。非常になかなか簡単。範囲にある色で決めていけばいい。これはね、私もあんまり使わない色、好きだけどあんまり使わない色なんで、あえて使っていくのも可愛いかもしれないですね。ここ可愛いな。草履を何にするかでこの帯揚げの色も変わってくるので、草履は3足必要みたいですね。ということで、これかな？草履はやっぱりなんだかんだ。無難に可愛い。そしたら帯揚げはこっちのグリーンでも可愛いですけどね。あえての。草履のね、鼻緒に合わせてグリーンを入れてあげても可愛いでございます。で、ここに、こっちかな？こっちのベージュカラーか、今は、ちょっと、ここにはないんだけど、淡ピンク？こんな感じにして、帯留めを、定番ですが、アイボリーもね、いいかも。アイボリーかなー。いや、下も可愛いなー。
キラキラの帯留めに合わせて上のキラキラでもいいし、まあ、草履とかね、半襟とかの色に合わせて下でもいいし、可愛い系なら上、カジュアル大人しめ、大人なら下、うん、って感じですね。これに、これとね、めちゃめちゃ似た色のホムシを持ってるんです、無地の。それをね、これに合わせたらね、めっちゃ可愛いと。あ、いいですね。あ、でもせっかくだから釣りもこれがいいな。この帯は使いたい。小物だけね、変えましょうか。毎度おなじみ、この範囲かな、アラベスク。こう、来てですよ。可愛いね。もしくは、ピンクのね、無地の。可愛い。こっちも好きだな。こっちにしよっかな。緑ね、最近ちょっと使いすぎな気がする。こっち可愛いかもな。うん、こっちで、可愛いって感じにしよう。めっちゃ可愛いみたいな。そしたら帯揚げは、これでしょう。このピンク。ピンクク、ミルク、ミルクピンク。ピンクミルク。若干ちょっとね、半襟との色合いは違いますけども、まあまあまあ可愛いと思う。で、こっちこそね、半襟とちょっと色を寄せている感じ。実物ね、もちゃんとよく見ると結構似てるんですけど。いやーでもちょっと寂しいかな。ちょっと濃い色の方がいいかな。帯留め次第って感じですね。そしたら帯留めを、こういう濃ゆめの色にするとか、こういう感じしてみるとか。あ、なんかでも物足りないな。可愛いんだけどね。可愛いんだけど、なんか物足りない感じがしてしまうのはしょうがないことなのでしょうか。ここまではいいんですよ。ここからなんですよ。ここからどないすればええねんっていう。可愛いけど草履と合わないぞっていう問題が出てきちゃうね。まあここはいいのか。もう草履は足元だけだし、ホムシュ長めに着付けて見えないぐらいにしちゃうみたいな感じにして、ウサギちゃんをつけて、まあなくはないかな。こう来たらイヤリングはなんだ、このキラッキラのねイヤリングをつけたらどうでしょう。そうね、ウサギが負けてる、帯締めも負けてる。可愛いけどこれじゃない。違う。結局、きらめきにはきらめきでしか対応できないっていうのはね、若干、まあ、ありますね。ほんでもって、ここに、ぐっとこれがっていう帯留めが来れば、完璧なんですけど、あえての、あえての赤とか？ん？あ、でも可愛いですね。ああ、でもなくもないな。可愛いかも。私は結構好きですね。こういう感じも。ただ、まあ紫でもいいですけどね。紫の方がより合うね、やっぱり。さっきとちょっと似たり寄ったりだけど。紫かな。紫か、うちの赤か。まあなんでこれ合うかって思ったかというと、まあ袖裏はっかけがね、ちょっとこういうシワカっぽい色をしてるので、ありかなと思った次第です。でも色の組み合わせ、この辺のやっぱり緑とかもね、そうは言ってもよくわかるので、それを考えると紫の方が相性はいいかもしれない。このぐらいシンプルコーデもいいですね。あっさりヘアメイクをね、どういう感じにするかで多分印象どんどん変わってくると思います。よっしゃ、ラスト1日はもうやりたい放題ですわ。最後はね、こちら、このモネみたいなお着物をね、着ていこうと思います。これは、だってもうね、言うて、スタイルブックの表紙で着ているお着物ですので、もうこういうイメージで着たいなとは思いますね。スタイルブックも再販いたしますので、ぜひ、阪急のサイズでね、お買い求めください。サインも入れます。ぜひ。帯は、スタイルブックは白だったけど、こっちはピンクがいいなぁ。重
最近ピンクがブームなんですよね。可愛くないですか、ピンクって。ホムシもピンクでも可愛いかも。ピンクピンク、めっちゃピンク。え、半襟もピンクにしちゃう？そしたらめっちゃピンクにしちゃう。可愛い、可愛いよ。ラブリーで私は好き。へえ、もう最後やりたい放題だからめちゃめちゃラブリーにしたい。そしたらもうまんまさっきのを使い回して、私の持ってるイヤリングの中でまあ一番キラキラしてるだろうものたち、派手なやつ持ってまいりました。これお花の形も似てるし、これにしとっかな、とりあえず。こういう感じにして、今なのか、うん、あ、かわいいですね。これかな、これ。結局こうなるのかな。あ、でもかわいいんじゃないでしょうか。そしたらお通りもこれが使えますし、これでね合わせたら、うん、なんか夢かわな感じでいいんじゃないでしょうか。ヘドレもユミニクさんのつけたらめっちゃ可愛くないですか、これ。もしやこれね、つけたらめちゃめちゃ乙女チックなのでは。可愛いかもしれないですね。はい、というわけで1週間分のコーディネートを考えてみました。このコーデを実際に着るのかどうか、ちょっと小物が変わる可能性もねかなりありますし、実際その日の気分で決めることは多いので、これをね必ずしも着るとは分かんないんですけど、この辺のアイテムを持ってって着回していこうと思います。そして阪急梅田での出店は12月の14日から20日まで開催いたします。津田健さんもいらっしゃいますし、秋小塚さんのね帯留めもたくさん並びますので、阪急限定カラーもあるらしいです。ぜひチェックしてください。トータルコーディネートが叶っちゃうイベントとなっております。皆様のご来場お待ちしております。チャンネル登録、高評価もよろしくね。